どうも、私です。嫁ランドです。今回の動画はですね、怒涛の家事とリラックスタイム。どうした？怒涛の家事とリラックスタイムみたいな感じでですね。はい、何でしょうか？撮影をし始めたらお呼び出しが。はい、何でしょうか？まだかって言ってますけど、何がまだなんでしょうか？朝ごはん食べましたよね。はい、お姉ちゃんが帰ってくるまでの間に晩ご飯を作り、お姉ちゃんが帰ってきたら急いで習い事に連れて行って、で習い事が終わる時間が結構遅いんですね。なので、まあ、時間無駄がないように、空き時間でいろいろとやっていって、最後ちゃんと寝る時間までに寝かして、その後私のリラックスタイムみんな見てみたいな感じの動画になってます。わかる？これで、まあ、とりあえず見てください。やだ、最悪、撮れてなかった。今までの雨が降ってきた、縦画面になっちゃったけど、このって言っても今お風呂場にあるからまだ全然見せてくれないじゃんみたいな感じになってるんだけど、出します。すごい。ちょっと俺言うてんじゃん、ヨメランドですが。何、ヨメランドって一言も言ってない。はい、じゃあベビタンお昼食べます。ベビタンのメニューはなんかお味噌汁の残りのお豆腐とかナスとか混ぜたなんかやった。あ、これベビタンのスプーンじゃない、ごめん。ごめんね。うん、やつとあと大好きなパンいただきます。はい、じゃあまずパンどうぞ。うん、おいしい、うん、おいしいね。はあ、まったく毎日こう暑いとお外遊びもなかなか難しいよね、ベビタン。ええ、入れすぎじゃない？入れすぎじゃない？ねえ、入れすぎじゃない？入れすぎだよ。ちょっと、おえってなんない？なんない。うん。うん。おうおうおう。ベチャベチャしてるからおてて入れない。うん。偉いね。何でもモリモリ食べるね。うん。えらい子さん、うん、えらい子さんな人。はーい、パンは、パンパン、うん、うん、うちね、そうだわ、このサイズ、このサイズにしなくちゃダメでした。はい、私のお昼ご飯です。なんか最近ハマってる玄米黒ご飯とかいうやつと、ベビさん用に買ってたサーモンなんですけど、ベビさん別のもの食べたし、また買い物行けるからいいやと思って焼きました、サーモン。あとサラダと、あとベビさんが残したっていうか、ベビさんパックの半分しか納豆食べないので、半パック分のひき割り納豆、こちらを私お昼ご飯でいただきたいと思います。はい、いただきます。はい、というわけで、今日はお姉ちゃんの帰りが、ちょっとだけ遅いので、習い事行く前に、まあ、お姉ちゃんが帰ってくる前にですね、夕飯を作っておきたいと思います。っていうのは、習い事の時間が、まあ、今日プールなんですけど、ちょっと帰ってくるのが遅くなっちゃうので、帰ってきてから作ると間に合わないので、先にある程度作っておきたいと思います。今日のメニューは
ひき肉カレー、キーマカレーか、ひき肉カレー、まあほぼほぼミートソースのカレーみたいな感じのものを作っていきます。あのとにかく野菜をすべて細かくしてぶち込むみたいなカレーでございますので、はい、超絶簡単ですよ、こちらがあれば。はい、ブンブンチョッパーですね、こちらがあれば超簡単にできますので、まずセロリ、人参、玉ねぎ、あとはこちらの舞茸何度も入れようかと思っております。ブンブンチョッパーにですね、丸ごとは入れられないので、ある程度したらちょっととりあえずボウルに入れときます。ベビさんはこのように大の字にお昼寝をしておりますので、その間にカレーを仕上げていきます。やだ最悪、取れてなかった、今までの取れてなかった、全部入れちゃった、なかった。さっきのさ、途中まで炒めたやつにホールトマト缶入れたので、これを煮詰めてケチャップとかで味付けすればもうミートソースだし、これにカレーのルーを入れればキーマカレーになりますみたいな話を、楽しい話を しながら作ってたのに回し忘れてたわけ。ゆめらのチャンネルあるあるだよね、本当にごめんなさい。なのでこんな仕上がりになってます。で、ホールトマトの缶詰入れるじゃない、そしたら中にこれ残るじゃない、だからこの缶の中を洗う程度の量のお水を入れて、こう缶の中きれいにしてジャッて入れました。で、そしてローリエの葉っぱも入れました、臭み取りのために。まあそんなに臭くもないんだけど、はい、そんな感じでこちらシャバシャバ感がなくなるまでグツグツ煮ていきます。そし
たらいい感じに水気が結構飛んだので、ここでお姉さんの分と大人の分と取り分けます。一回火を止めて、オクラとか夏野菜何か添えてもいいし、ナスとか、ナス余ってるから焼きナスでもトッピングしようかな、はい、でベビさんの方は何にも味付けしてないので、後でちょっと塩加減を見て、まあ野菜の甘みが出てるからこのままでもいいかなと思ってます。ちょっと作る時にお塩入れてるし、もし足りなかったらちょっとどうしようか、ちょっとケチャップ入れてもいいかな、はい、よし、これであとはトウモロコシ、実はトウモロコシ茹でたから、このトウモロコシとあとはサラダがあれば十分でしょう。はい、あとお姉ちゃんが帰ってくるまで30分ぐらいあるので、ちょっと私もソファーでゆっくりいたします。はい、それではこれから、お姉ちゃんをプールのレッスンに送迎します。なかなか時間がギリギリになってしまいましたので、急いで行きたいと思います。それでは出発。習い事から帰ってきまして、はいはい、はい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 、超絶バタバタで夕食を準備いたしました。こちら先ほど作りましたキーマカレー、そして焼きナスを添えました、そしてサラダ、そして茹でておきましたホワイトトウモロコシ、はいはい差し上げます。はい、そして昨日の残りのゴーヤ、はい、お姉ちゃんはモリモリ食べてくれております。そしてベビシャンもこちらですね、はい、はいはい、美味しいの、うん、カレーではありません、カレー粉を入れる前の状態の、やつご飯です。はい、皆さんどうでしょうか、どうネイランド、パパまださっさと食べてみて、ちょっと血糖値上げないように野菜から食べてます、ね、大人はそうだよね、うん、大人のはちょっと辛めにしたんですけど、パパには辛くないかもしれないな、うん、まうん、まって言ったね、うん、おいしい、辛くない、うん、全然辛くない。ラー油入れる。辛くないんだったからな、あのな、うん、唐辛子100本入れてあげる、唐辛子入れる、唐辛子100本入れてあげる、いや100本も入れなくていいけど、ちょっと入れようかな、入れる、ちょっとベビさんが発狂するから自分で持って、うん、島唐辛子しかないよ、七味あったかな、 あれはあかん、え、でも一振りすればいい、うん、カレーの辛さだけは本当に合わないよね。あとチョコミント。最近ね、マックにチョコミントあるよ。あるね。あ、そうなの？うん、前言ったじゃん、ママに。そうだったっけ？覚えてないよ。頼んだの？うん。おいしい。辛くなった？うん。ベビタン、ベビタン寝るんですか？なんかお姉さんが変なこと言ってる。パパパパって言ってます。アタチデチュって言ってるのは誰ですか？パパパパ。
ってずっと、ちょっとお姉さん、お姉さんどういうテンションですか、寝る前の。じゃベビーさんお眠ですね、おやすみなさーい、バイバイのタッチ、おやすみのタッチ、イエーイ。ちょっとお姉さん、お姉さん、お姉さんは一体どうしたんですか。アンタッチでしょ、お姉さん、アンタッチでしょ、寝る前のテンションがおかしい。寝るんですね、寝るんですね。はい、というわけで子供たちが無事に寝ましたので自分時間なんですけど、もう最近さ本当に暑いじゃないですか。湿度がものすごい高くて、何にもしてないのにこの辺ベタベタするし、この辺もギトギトするし、すんごい皮脂とかが出てさ、もうなんかもう本当に湿気が苦手、いやだな、もう湿度が高いだけで疲れるなって思うんですけど、だからこそゆっくりお風呂に入ってリフレッシュしたいし、まあ、子供たちもねやっぱり頭皮とか汗かきますので清潔にしといてあげたいなっていうところなんですけど、前にさあのこちらサロニアさんの電気ブラシ紹介させていただいたじゃないですか。これも私もすごく気に入っていて愛用させてもらってるんですけど、視聴者さんでもねあの購入しましたって言ってくださった方たくさんいらっしゃって本当にありがとうございますなんですけど、実はこの電気ブラシを販売してらっしゃるサロニアさんからですね、実はシャワーヘッドが出たんですよ。シャワーヘッド、どんなシャワーヘッドなんですかって伺ったところ、なんと全モードに毛穴よりも小さいウルトラファインバブルが搭載されていて、髪の毛にも肌にもこう全てをこう髪も肌もいたわる塩素除去のカートリッジもついていて、スカルプジェットフェイスミストボディシャワーの3モードがついているとっても便利なシャワーヘッドなんですっていうことで、もうぜひ使いたいですっていうことで使わせていただきました。でね、もっとすごいのが今回の新商品、通称炭酸美容バブルシャワーって言って、自宅でヘッドスパ気分が味わえるシャワーヘッドになってるんですよ。炭酸美容なんて聞いたらもうさ、今たくさんいろんな炭酸美容のアイテムって出てるじゃないですか。美容液だったり化粧水だったり洗顔フォームだったり、なんとシャワーヘッドにまでって思ったわけ。絶対試したいじゃん。あの私が行ってる美容室でもあのあるんですよ、炭酸美容のヘッドスパのコースが。だからそういうさヘッドスパ気分が自宅でも味わえるなんてめちゃくちゃいいじゃん。でしょ？重炭酸タブレット、あのこちらなんですけど、これをね、中身はでっかいラムネみたいな感じのこういうのをね、これをこの中にコラーゲンヒアルロン酸がこうのコラーゲンヒアルロン酸の美容成分が入ってるんだって。でこの重炭酸タブレットをシャワーヘッドにカチッて入れるだけで、重炭酸イオンがこうシャワーのお湯に溶け出して炭酸バブルを自宅のシャワーで浴びられるっていう。で私もなんだけど、まあ、今ちょっと髪ほどくんですけど今こんな感じで、まあ自分のもちろんもう夜だから皮脂もねたくさん出てるんですけど、あの髪をセットした後にヘアオイルとかつける方多いと思うんだよね。今こうウエットヘアみたいなのとかが流行ってるし、結構こうあとはなんていうの、髪のダメージをこうケアしたいっていうことで、結構そういうヘアオイルとかあのパサつく髪がパサつくのが悩みなんて人は結構使う人が多いと思うんだけど、あれって実際なんかシャンプーとかでは落としきれてないらしいのね。あらかじめよくお湯で髪とか頭皮とかをよくお湯で洗ってからあのシャンプーをするようにしてるんだけど、やっぱりね
どうしても毎日の積み重ねで落としきれてないところってあるんだって。だけどもサロニアのこのシャワーヘッド、このって言っても今お風呂場にあるからまだ全然見せてくれないじゃんみたいな感じになってるんだけど、そのサロニアさんのシャワーヘッドがあれば、まあ、重炭酸イオンが溶け出した炭酸バブルと、まあ、毛穴よりも小さい、さっき言った毛穴よりも小さいウルトラファインバブルで、こう毛穴の奥の汚れまでこうすっきり落とせるわけよ。普通のシャワーヘッドから出てくるお湯よりも細かなお湯だから、毛穴よりも小さいわけだから毛穴の奥の汚れまですっきり落とせるだって。これからこれからがまあ夏本番じゃないですか。だからやっぱり匂いとか汗とか気になる方も多いと思うので、こちらを使って自宅ですっきりとクリアな頭皮を目指しましょうよっていうことなんですね。でこのタブレット、重炭酸タブレットはですね、あの週に1回の使用で十分、あのスペシャルケアですので、毎日使うっていうよりは週に1回スペシャルな贅沢なケアをしましょうっていうものになりますので、この中にも6錠入ってるんですけど、なので、まあ、1ヶ月以上は持つっていうことですよね、週に1回使って。はい、ですので今たくさんちょっと説明しちゃったんだけど、実際にちょっと使ってみたいと思いますので、はい、バスタイムでございます。はい、はい、こちらがシャワーヘッドなんですけれども、この重炭酸タブレットどこに設置するかと言いますと、こちら、この部分、この部分にセットします。カチ、これだけで、これで完成です。で、ここに重炭酸タブレットはセットしたんですけど、この下、この部分ね、この部分に、よいしょ、これが塩素除去カートリッジになってます。塩素ってあの髪のね、保水力だったり、あの保湿機能を下げたり、髪のキューティクルを傷つけることもあるので、この塩素除去カートリッジがあれば塩素の刺激を抑えて肌と髪をいたわってくれるですね。はい、じゃあまず実際にシャワー出してみたいと思うんですけど、まずジェットモードね、ウルトラファインバブルとジェット水流で洗うので、毛穴の奥まで汚れをすっきりクリアにできる。これ結構強めです。いきます。これ結構強め、でもね、首とかに当てたら気持ちよさそう。次がフェイスミスト、これね、オンミストなんですよ。あったかいので、お肌を優しく洗えます。で、よく肌にシャワー当てるのダメってさ、あのお肌を、あのお顔のお肌をいたわるにはとかって言うけども、ミストモードはかなり細かいミストで肌をね、包み込むように洗い流しますので、お肌をいたわれるわけなんですね。じゃあ出してみます。これすごい細かいでしょ、本当に霧状の、めちゃくちゃ気持ちいい、すんごい気持ちいいです。そしてあったかい、はい、で最後にボディミスト、広いあの面積でシャワーが当たるので、まあ、普段使いみたいな感じかな、通常のシャワーみたいな感じでたっぷり全身に浴びられます。いきます。これなんか通常モードっていう感じじゃないですか。普段使うのはこれかなっていう感じ
で、すごいもう赤ちゃんにも小学生の子にもお年寄りにも、もう誰もがこの当たり気持ちいいマイルドっていう感じのこのお湯の出方です。はい、そして皆さんお気づきだと思いますけれども、こちらカチッ、これね、手元ストップボタン、これ本当にもう普通じゃんって思うけど、意外とこういうあのシャワーヘッドについてないものもあったりするんですよ。この手元ストップボタン、これ本当に地味かもしれないけど超便利、絶対必要みたいなやつ。そしてなんとこのサロニアさんのシャワーヘッド、節水もかなりすごくて最大約 60% カットできます。すごい節水。やっぱ最近さ、光熱費とかさ、水道代とかさ高いですから、ほんと節水はありがたい。出します。すごい、めっちゃ気持ちいい。普段使いはもちろん絨毯さんタブレットなしで、絨毯さんタブレットありはもう本当に特別スペシャルケアだから。でこのシャワーのこれ、今はこれは何モードだ、普通モード、ボディミストモード、これボディミストモード、通常モードね。でもこれどの全3モード全てにウルトラファインバブル搭載だから、汚れをすっきりクリアにしてくれます。はい、というわけで髪を乾かしました。今日はあのスタイリング剤っていうか、あの何、乾かす前につけるトリートメントとか何にもつけずに、そのままドライヤーで乾かしました。すんごいツルツルになった。普段と全然違います。わかるかな、はい、というわけで、あ、気持ちよかった。すんごいね、パパ、ツルツルしてない髪、ツルツルしてんの、え、なんかパサパサ感がないんだけど。うーん、何にもつけないで乾かしたんだよ。あ、そう、あ、それはすごいな。そうでしょ、もうちょっとなんていうの、ドライ感があるな、確かに。そうでしょ、うん、やっぱすごいわ、シャワーヘッド、塩素除去だし、しかも今日は絨毯さんタブレットも使っちゃったんだ。うん、何その興味のない感じ。え、ちょっとこっちはこっちで仕事しながら、今ね、仕事してるとこで急に横で回されて話しかけられてるんですよ、うん、私だって仕事してるもん。いや、だからさ、うん、別々のところでやったらいいんじゃん。あ、腹立つ。いつも藤原ランド無料で出演してあげてんのに、なんで嫁らのチャンネルは無料で出演してくんないの。持ちつ持たれつじゃないの、夫婦って。いや、こっちは無料で設定だ、サムネ作ったりだやってますけど、そんなことを言い出したらね。あ、出演料とどっちが重いわけ。ああ、YouTube のサムネがどれだけ大事か分かってる。あ、でもサムネの写真切りないで、こんなことやるだけ。サムネの写真切り抜いてんの私だ。そりゃそうや、そりゃそうや。でもさ、どうだったシャワーヘッド、うん、パパも使ったじゃん。あ、よかった、気持ちいいよね。なんかな、うん、水圧もちょうどよくて、うんうんうん、水のこう当たりもいいし、なんか柔らかかったの。ミスト出した。ミス出してない。え、なんで出してないの。出してって言ったじゃん。言った。言ったよ。一瞬だけピッてやってすぐ。あ、でも冷たくなかった。そうでしょ、うん、あったかいままでよって。うん、パパ、うん、
私オープニングトーン忘れてるわ。怖っ。何それ。怖っ。いきなりご飯作るとこから始めちゃった。どういうこと。え、ちょっと俺言うてんじゃん。ヨメランドですが。何、ヨメランドって一言も言ってない。ヨメランドなんだけど。まあでもさ、うん、ここまで見た人はあオープニングないなと思ってもう見てくれてるから今更その反省してもしゃあないんちゃう。あ、じゃあ明日撮るとかじゃなくていいってこと。まあでもこの話してるから逆に撮ったら明日で、あのオープニングそうやったんやと思って今ここにいらっしゃるから皆さん、あのオープニング後日なんや、あみたいな。そうする。ああ、とある日の嫁ランドバックトゥーザフューチャーやってみたで、だからそれは今ここでネタバラシになってること、最後まで見た人だけの特典です。特典というのか、はい、何も得してないけど。そうなの、うん、でもみんなこれから得するから。あ、そうなの、うん、そうなの、うん、あのね、今日ほらずっと紹介してたシャワーヘッドあるじゃないですか。あれさ、セット品があるの、うん、セット品がすごい豪華で、ウルトラファインバブル搭載でさ、まあ、多機能じゃないですか。ウルトラファインバブル全部のあの3モード、シャワーのあの出方あったでしょ、うん、あの3モード全部に搭載されてる、手元ストップ機能ついてるで、重炭酸タブレットセットできるっていう、すごい多機能じゃないですか。それが通常は 23,760 円のところ8月7日まで 25% オフの 17,800 円で手に入ります。すごい安いよね、うん、あの多機能なシャワーヘッドで 17,800 円、どうですか。いいんじゃない。いいよね、うん、しかも30日間全額返金保証、1年間メーカー保証付きです。お、すごい、すごいよね、うん、安心。そう、そして1年間のメーカー保証付きでございます。ありがとうございます、サロニアさん。あのしかもあの絨毯さんタブレット6畳付いてるんですけど、これあの、まあ、6畳使ったら、まあ、1週間に1回のあの何贅沢タイムみたいなので使うものなんですけど、これ6畳使ったらなくなっちゃうじゃないですか。後から買えるんですよ。いくらだったっけ、1000いくらでこの辺にもしかしたら入るかも。後から買えるんですよ。で、塩素除去カートリッジもだいたい、まあどれぐらいの1回のシャワーでどれぐらいの分数使うかにもまあよるとは思うんですけど、だいたい3ヶ月間で交換なんですけど、これももちろんあのカートリッジ新しいものを別で買えます。なのでしかもね、そんなにねべらぼうに高い金額じゃなかったんだよね、これも。なのであのちょっとシャワーヘッドいいの使ってみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、本当にこの機会すごいお得で、2万円でお釣り来るのなかなかないよ、この多機能のシャワーヘッドで、うん、本当にすごい気持ちよかったです。なのでぜひぜひこの機会に試していただいて、まあ、夏のこの時期あのシャワーだけしか入らないっていう方も結構多いと思いますので、そういう方はぜひぜひあの節水機能もついてますし、本当ぜひ試していただきたいです。ぜひ気になった方は購入してみてね。というわけでエンディングは撮るよまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ゆめランドでした。